北洋新美術館アトグロスソー TV、 私ナビゲーターのアバターヒデです。今日もよろしくお願いします。次アーチストのコーナーです。今回は、科学者でありアーチスト東儀秀樹さんです。東儀さんはもちろん科学者としては日本を代表するといいますか、素晴らしいお仕事をなさっている方ですが、なんと、アーティストとしても様々な、活動をされている方なんですね。その、魅力と素晴らしさを今回はちょっと見てみたいと思います。いかがでしたか、東儀さんの写真。素晴らしいですよね。何しろ、構成といいますか、その視点、そしてそこにあるなんていうんですか、その世界観の作り方。私は東儀さんの作品、写真を最初に見たときに、やっぱり背景にあの雅楽師としての、音楽、潮の音が流れてるような気がしたんですね。そこにはそこの澄み渡ったあの潮の音がですね、非常に、なんていうんですか、その雰囲気を作り出して、多分、東儀さんの、心の奥底には、その、潮の音が流れていて、その上で、その、ファインダーを覗いて、シャッターを切ってるんだなっていう感じがしました。まさに写真だけではなくて、様々なですね、造形表現をされる東儀さんですが、これからもですね、ますます、その、音楽的な背景をもとにですね、新しいアートの世界を開いていただきたいなというふうに思います。